カーボンの、すでにカーボンアレルギーが出そうです。カーボンコラボの方じゃねえかよ。まあラストだ、ラストの音聞くだけでラスト団子が思うわ。炎上しなかったら、4人だからクソほどノリが早いんですよね。あれ、あー落ちたー、1人落ちました。いないね。あ、いたいたぞ。どうしよう、マジで10秒しかないじゃん。
じゃあここ、あ、これ見つかったパターンやったやったい。あ、でもまだ3人とも、なんか同じところに固まってんな。こことここと、ここでしょ。あ、でも案外見つかってないじゃん。おっと、大丈夫か ?3 人とも。あー、あはははここにしちゃおう。やばいな、めっちゃ場所絞られてるやん。まだ3人とも見つかってませんね。うわ、めっちゃ端にいるじゃん。アイスクラムさん、めっちゃ端やな。おい、見つけられるの時間の問題ですかね。うわー、見つかる。あー、アイスクラムさん落ちた。やべえ、これは絶対見つかるパターンじゃん。あ、見つかるな、これは。終わりましたわ。うおー、もうここだ、ここだ。えい、よしよし、なけなしのここいやー、まあ紫と同化して見えないでしょ多分。あの、バレてるな多分。絶対バレてる可能性、あー、絶対バレてるわ、バレてまーすだろうな、そうだと思ったわあ、でもアイスクラマーさんとアイズさんは、あー、ちょっとマリサさんがギリギリ、ギリギリ見つかってません。うわ、いけると思ったのに。あー、落ちました。あー、ワイプアウトです。起こしてますね。おー、出ました。そんなバカな。マリサさんが忘れ去られております。悲しい現実です。あー、もうなんかノックアウトまで行っちゃう。新捨てのお表にしてみました。ワイロ？今回バリア壊してる。あ、これか。じゃないわ。倒すんだ。倒すんでした。ちょっとアマンさんの気を引きたくて。スイフォローしてきてた。あ、なんかカウントリードされたんですけど。迷子のお知らせです。怖えわ。遠方からお越しの翔くんさん、かっこ年齢不詳、かっこ閉じるが迷子になっております。姿はいか、前世は未婚お心当たりのある方はお近くのスタッフまでお願いします。なんかねもさん、高いところに登ってる。あ、なんか最後の最後。